これは子どもたちがパソコンソフトを使って描いた町の 3D 画像です。舞台は今年100周年を迎える鳥取県日南町の庄山駅、その周辺をイメージして手掛けられました。このワークショップは子どもたちに自分の理想の街づくりを行ってもらおうと日南町が去年から実施。この日は地元の小中学生17人が参加しました。教材は世界的に人気を誇るゲームソフトマインクラフトの教育版。自由にブロックを配置して建築などが楽しめます。参加者はグループに分かれ、まちづくりのアイデアをまとめた後、早速庄山駅周辺をイメージした映像を描いていきました。作ったもののタイトルは日南旅館です。具体的なアイデアはカフェ、温泉、宿泊。またカフェやアスレチック、サウナを設置する案も。中には迷路をしながら花火を楽しめる案も。さらに日南町ならではオオサンショウウオを登場させ自然を楽しめる案まで、ユニークな庄山駅が次々と提案されました。楽しいです。みんなで一緒に考えたりする。自分たちの街を一旦考え直すいい機会にもなりますし、ゲームでどうしたらそういう現実を再現できるかという考えるので頭も掴んでいいですね。こういったマインクラフトというゲームを使ってどういうふうな街になってほしいのかっていうのをちょっと子どもの頃から考えてもらうきっかけになればいいなと思う。子どもたちならではのユニークなアイデアが生まれるこのワークショップ、地方創生のヒントになるかもしれません。